ちだからここに書いてあるものの具体的な数値がそれぞれ出たと。取れたら、ため近いことと単品の多数決により、うん、書いちゃった。いいんじゃない？リニアモーターによる、乗って高速で移動しているときに。できたんですか。だから重力行った方向を知って無重力な方向。大学とかで、ここに来たいんだけれどもどうしたらいいかとかそういう話とか研究室大学受験するにあたってどこに行けばここに来れるのかとかそういうことを聞かれたのでいろいろ話したりとかしましたけど、普段は先生とかの大学院生の前で発表するんですけど、でまあ、高校生に説明するわけですから本当簡単に本当分かりやすくなんか高校生でも分かるような説明でするのでなんかその点で結構力になるというか。それでは、発表を開始したいと思います。じゃまず B 班の、高校生よろしくお願いします。そこで我々は美味しい食べ物が食べれる宇宙旅行の実現を目指し、その第一段階として調査ミッションを提案しました。それがプロジェクト K です。整理すると、最終目的は火星で美味しいものを食べながら観光する。までイメージ図なので、分かりやすいようにヒーターは本当のヒーターの形をしていたりとか していますが、火星の土壌に直接ドーム状のものを、置いて、調査するようになっています。プロジェクト K によって農園地化して観光地化されて、まあ、火星旅行がもっと楽しくなって最終的にはみんなで火星に旅行しに行こうということになってほしいと思っています。太陽発電の方がいいのかなと思ったんですけど、なぜ動力源を原子力電池にしたのか教えていただけると。最初の予定では太陽光で発電することにしていたんですけど、火星はやっぱり遠いのでその分太陽エネルギーが得られる量も少なかったり、あと風の砂嵐とかの影響でソーラーパネルとかが砂に覆われてなんか実際に発なんか充電ができなくなってしまったっていう記事を読んだので、原子力電池の方がもなんかたくさん電力を確保できるかなと思ったので、自分が伝えたいこととあと相手が聞いていて思っていることが違うっていうことが分かって、それでよりその聞いている人のことを考えて文章を作らなければならないなってよく分かりました。ミニマムサクセスは地上では治療困難と言われる人たちを宇宙病院で治療して、でその人たちを安全に地球に運ぶことが、まあ、ミニマムサクセスです。そしてフルサクセスは何人もの人を治療する宇宙病院の確立。この図なんですが、これは宇宙病院が3万6000キロメートル上の静止軌道上にある図です。このミッションの結論です。と宇宙病院を作れば地上で治せない病気が治るということです。病院で静止軌道上にないといけないんですか。はい、軌道エレベーターを安定させるためには病院はこの静止軌道の位置に作る必要があるということで、その2つを、軌道エレベーターとかつ宇宙病院という2つのものを考えた場合にはこのようなことになります。ミッションの目的は地球の原始的な生命に似た生物を発見し、地球での生物発生の起源を知ることです。生命が存在しているのは氷の下の海底なので氷の層を超える必要があります。海中での探査方法としては潜水艇のようなものを出し、熱発生法や運動性検出法によって微生物を調べるという予定です。この私たちが考えたミッション以降探査機を有効利用できるかどうできないだろうか、
確実に地球にサンプルを送ることができるのか。ここには書いていないのですが、生命の定義の問題やどうやって生命地球の生命と比較をするのか、この3つが課題だと思っています。まずデブリの回収をします。でデブリキャッチャーというものを使って回収するんですが、小型回収ロボットを宇宙空間に ISS からこのように放出し、します。まずこれは10センチから30センチほどの、先ほどの小型衛星よりは小さいデブリをターゲットとしています。でこの仕組みというのが、まず最初にデブリを小型の小さいデブリを確保します。その後にこのようにその蓋が閉まって、その蓋がそのままプレスの役割をしてデブリの方を押していきます。それでは C 班、発表お疲れ様でした。はい、あ、これ6年だけど D やろね、これ 6じゃねえ、お金じゃない。じゃあこれからお疲れ様会を始めます。この4日間高校生、お疲れ様でした。じゃあ、乾杯。終わってちょっと眠気がすごい今来てますね。朝4時起きです。はい、1時間ぐらいしか寝てないすごい眠気です。初めて私と混ざって研究するのは初めてで、まあ研究も楽しかったですけど、やっぱり初めて会った人との交流でやっぱ仲良くできたっていうのが一番楽しかったです。すごいいい思い出だったと思います。なんかミッション作れたのもそうだし、このファンの人に会えたのもそうだし、すごいタイミングが良かったなって思います。進路を考えた時に、なんかその学校の授業とかカリキュラム、その教科書のカリキュラムっていうのが大事だと思ったんですけども、自分の夢としてはこのキミッションっていうのがすごい具体的な現場を見れて体験できる機会だと思ったんで、今回その進路を考える上でもすごいいい体験になれたのかなと思います。何回も泣きたくなるくらい切羽詰まっちゃったこととかもあったんですけれども、でも今日成果が現れて、なんか本当にキミッションに来てよかったなって、キミッション最高だと思います。